いやもう今、武田さん問題がすごいんで、武田さん問題というか、問題ではないですけどね。その、なんて言えばいいんですかね。みたいな。いや、私たちは本当に付き合っていませんし、その、本当に今ね、仲のいいお友達でやってきてるんですけれども、まあ、本当にこう、優しい方でね、頭のいい方で、本当に素晴らしい方なんですけれども、ね、武田さんがテレビでコメントしたやつをね、お家で見てました。武田さんの方から LINE が来まして、今、どこどこのテレビ局の取材を受けたんだけどって言ってて、大丈夫だったって言ったら、うん、大丈夫だったっていう、その会話があって、ああ、これは絶対見なくてはまずいと思って、ずっと見てましたけれども、ほんと素直な方でしたね。武田さんと岡原智美の関係、関係って言ってもまだそのお付き合いは本当にしてないんですね。私のその、本当の気持ちっていうのはもちろんその恋愛をしたいとか恋愛を、そういうのはあります。でも去年のね12月に復帰して、でいろんな人にこう助けていただいてるんです。でやっぱりまだその信用という言葉もやっぱりないので、だからそういう意味でもそのとにかく自分がそのボイストレーニングとかその絶対遅刻しないとか、まあ、当たり前のことをきちんとやりこなすということをずっと続けなきゃいけない。それにプラス私はいろんな方に迷惑をかけてしまった。そしていろんな方のファンの皆さんだったり事務所の方だったり家族だったりに支えてもらって今があって恩返しをねしていかなきゃいけないっていうところがやっぱ私の中でね一番あるんですね。だから武田さんからお付き合いしたいって言われた時にそれはもうありがたいって思いました。でもやっぱり今一番その自分がやらなくてはいけないことを優先しなかったらいつできるんだっていうふうに思ってしまったんですね。まあ、それで今回ちょっと待っていただくという形にしてるんですけれども、彼とはねそのそのとか言って番組でねご一緒させていただいて、まあ、そこでいろんなお話をね隣で聞いてたんですね。でまあもうやっぱりね世界の違う方なので、うわーそんなんなんだとか、あそうなってるんだみたいな、なんかそういう話の延長線で、実は収録の合間に休憩がありまして、そこでまた私は隣に座ることができたんですよね。でそこで本当にこういう感じなんですかみたいな尋ねたんです。そしたら本当にねこう優しくねいろんなことを答えてくださって、であじゃあ後で僕本を持って香原さんの楽屋にお邪魔させていただきますって言ってくださって、それでまあ本番終わったら本を持ってきて、で名刺と一緒に記念撮影とかもしながら、なかなかもう二度と会えないんじゃないかとか思いながら、で私のまあ口からその LINE とかやってますかって聞いたら、やってますって言って、ああって言って、その時にはまあ私のLINE のハンドルネームって言えばいいんですかね、名前が一蘭大好きっていう、当時はそういう名前だったんですね。で今一蘭っていうのはラーメン屋さんで、そのラーメン屋さんの話になって、で彼もすごいラーメンが好きで、でそのラーメンをじゃあ一緒に食べに行きましょうって誘ってくださって、ラーメン食べんですか、ラーメン食べんですかみたいなでもねよく食べるっていうお話だったんで、一緒に待ち合わせをして食べに行ったりとか、まあその時に私の誕生日が近くてサプライズでケーキとプレゼントを用意していただいてたんですね。でまあちょっと私もまあちょっと久しぶりの感動を味わいまして、そこで本当になんかそういう意味ではすごくハッピーな毎日を過ごさせていただいてるところもありますけどね。でも今はやっぱりそのね仕事を一番に考えて、その自分の立場とどうしてここまで来れたのかっていうことをいつも胸に置いておきたい、いつも胸に置いてその感謝していく気持ちを忘れたくなかったので待っていただいてるっていう状況なんですね。なので皆さんにも
うまくいくように応援していただけたらありがたいなっていうふうには思っています。